い、どうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回はソードアートオンラインハリシゼーションリコリスの方、ストーリーの方をクリアして約60時間ほどプレイしましたので、中間感想の方をやっていきたいと思います。初見ストーリークリアの方がムービーやテキストなどはしっかり見て、ベータ版引き継ぎで約35時間でのクリアとなりました。ベータ版の時間を加味すると初見クリア時間は約40時間弱が目安になるかなと思います。まずこちらのゲームに対する私の正直な感想を述べると、クソゲーになる2歩手前という感想になります。最初にこのゲームの良かった点を述べますが、スチル系のイベントや添い寝イベントは良かったです。これによりクソゲー1歩手前から2歩手前まで後退しています。次にシナリオに関してですが、シナリオ全体の完成度の方もあまりよろしくないと思います。シナリオややりたかったテーマに関しましては個人的にはあまり好きな展開ではありませんが、それ自体が決して悪かったというわけではありません。それでは何が悪かったかというと、シナリオなどの演出の仕方が最悪です。全体的に話が冗長で非常にだれます。テキスト部分の演出方法として、 CG イベントで表現、人形劇で表現、紙芝居でテキスト部分をフルボイスで表現、またはテキスト部分を一部相づちボイスで表現などを使い分けています。複数の演出方法を使用することは構わないと思うのですが、重要でないシーンで CG イベントのパートを使用したり、クライマックスへの導入部分が長々と紙芝居でテキストパートを相づちボイスで展開されたりと、かなり違和感を感じる演出方法が多々見受けられました。クライマックスからエンディングまでの山場も1から10まで説明する説明台詞が延々と続き、かなり萎えました。このような感じでシナリオやテーマ自体が悪いわけではなく、演出方法が最悪でシナリオの満足度が極めて低いです。そして一番ひどいのがゲームプレイ部分の基礎が最悪です。スキルの連携システムや AI の行動を制御するアーツコードなど、構想自体はいいと思います。10年前のゲームかと言いたくなるほど劣悪な UI、壁際などに近づくと操作キャラすら見えなくなるという恐ろしいカメラワーク、あえて操作性を悪くするために導入したのではないかと思う数々の仕様、これらの要素が構想の良さを完全に殺していて、ゲームプレイパートが非常に苦痛です。キャラゲーということを考慮しても、ゲームプレイパートに関しては話にならないレベルだと思いますので、私の正直な感想としましては、クソゲーではないがクソゲーになる2歩手前の超微妙なゲームということになります。ということで今回はソードアートオンラインアリシデーションリコリスの私の正直な感想になりました。